セルゲイ・ドミトリエビッチ・サゾーノフ GCB、ロシア語、ロシアン、税、1860年8月10日、リャザン州生まれ1927年12月25日、死去は、ロシア帝国の政治家、外交官。1910年11月から1916年7月まで、帝政ロシアの外務大臣を務めた。第一次世界大戦勃発に至るまで、彼が、 ロシア外相としてどの程度関わっているのかは激しい議論の対象となっており、ある歴史家は彼には早急かつ挑発的な動員を行った責任があるとして彼を非難し、またある歴史家は彼が国際関係なんづバルカン半島における緊張関係を減らすということこそ彼の主要関心事であったと主張する。 リャザンの地主貴族出身で、さほど高貴な出自とは言えないサゾーノフは、ピョートル・ストルイピン首相にとっては、義理の兄弟であり、ストルイピンは、彼のキャリアを引き上げるにあたって、最善を尽くした。名門校チャール・スコエセロー立英を卒業したサゾーノフは、ロンドンの中英大使館勤務、ついで、バティカン四国の外交施設団勤務となり、1906年3月には、 その施設団長となった。1909年6月26日、サゾーノフはサンクトペテルブルクに召喚され、外務次官に任命された。やがて、アレクサンドル・イズボリスキー外相の公認大臣に任命された。彼はストルイピンが定めた政治方針に従った。サゾーノフは正式に外務大臣に任命される。 直前の1910年11月4日から6日まで、ベルリン近郊のポツダムで開かれたロシア皇帝ニコライ2世とドイツ皇帝ビルヘルム2世の会談に出席した。この動きは、ボスニア危機の間ロシアの国益に対するイギリスの裏切りを認め、それを非難することが意図されていた。実際、イギリス外相、エドワード・グレーは、ドイツとロシアのデパントの前触れに、 深刻な危機感を抱いたのである。二人の君主は、肥沃な三日月地帯が、ドイツ帝国にもたらすと期待される相当な地政学的影響、及びドイツの野心的な計画であるバグダード鉄道について話し合った。ロシアは、ペルシャ立憲革命を背景として、将来、カナキン・テヘランの鉄道支線を統制下に置くことを、切望した。二つの大国は、 1911年8月11日にドクロ・ポツダム協定を調印して利害の調整を図り、ロシアにはイラン北部での行動の自由が認められた。サゾウノフはその間病気であり、彼の不在時には外務省はアナトリー・ネラトフが率いていた。しかしながらサゾウノフが望んだようにペルシャとヨーロッパを結ぶ最初の鉄道はロシアにその南接する領域への 影響力拡大をもたらすこととなったのである。当初の約束にもかかわらず、ロシアとドイツの連帯は1913年に崩壊した。同年、ドイツ皇帝がトルコ軍の再編成とコンスタンティノープル守備隊の監督のため将軍1名を派遣し、ボスポラス海峡の要塞の上には、間もなくドイツの旗が翻えるであろうと述べ、 ロシアの輸出の5分の2を占める重要な貿易場の動脈の封鎖をほのめかしたのである。ドイツとの関係に固執していたにもかかわらず、サゾーロフは極東におけるロシアの国益にも注意を払っていた。日露戦争での大きな痛手をきっかけに、彼は日本に向け着実に遊戯を申し込んだ。その結果、1912年7月8日、サンクトペテルブルクで、 内モンゴルにおける双方の国益に関わる境界確定に関する秘密協定が結ばれた。両国は内モンゴルを外モンゴルから政治的に切り離すことを決定した。4年後、サゾ蔵ノフは中国における両国の国益を守るために日本との間に公主同盟を結んで自らの業績に加えた。1913年にブルガリア王国が セルビア王国とギリシャ王国を攻撃したことで始まった第二次バルカン。戦争においては、ニコライ二世はスラブ人の同盟国を失いたくなかったため紛争を阻止しようとして、ブルガリア・セルビア両国の王に同じ文面の信章を送り、1912年のセルビア・ブルガリア条約に基づく仲介を申し出たが、不調に終わり、ブルガリアのロシアへの返答は、最後通帳の様相を呈した。 ロシアではブルガリアがすでにセルビアとの戦争を決めたとの見方が広がり、結局、ロシアは仲介の申し出を取りやめ、1902年のブルガリア同盟条約を解消した。ロシアがオーストリア・ハンガリー帝国の拡張主義を防ぐために何十年もかけて築いてきたバルカン同盟をブルガリアが破壊しようとしているように、ロシアでは受け止められたのである。サゾーノフはブルガリア首相、 ストヤンダネフに対し、私たちから何も期待せず、1902年から今までのすべての協定は、その存在を忘れてくださいと述べている。結果的にブルガリアは敗北し、第一次バルカン戦争で得た領土を、セルビア、ルーマニア、ギリシャに割上しなければならなくなった。帝政ロシア末期の外相、セルゲイ・サゾウノフヨーロッパにおける主な軍事紛争が、 顕在化するにあたって、ロシア外相のもう一つの懸念は、ハプスブルク家の勢力衰退にこし、主として、バルカン問題のカードを切ることによって、オーストリア・ハンガリー帝国を孤立させることであった。サゾーノフは、バルカン政治においては恩恵派と見られていたので、外務省は、頑強な反スラブ主義に沿わなかったために頻繁に、ナショナリストたちの攻撃を受けたのであった。 セルビア人以上に、セルビア人と呼ばれた、ドイツ系ロシア帝国外交官、ニコラス・ハートビヒのような反スラブ主義の過激な論者が、ツァーリの保護の下で相互に対立する南スラブ諸国の連合を目指したのに対し、サゾー・ノフが個人的にこれらの見解を共有したり、奨励したりしたという形跡は見られない。ともあれ、オーストリアとドイツではロシアが、ベオグラードや、 他のスラブ継承国家の首都において反スラブ主義を助長したのだと説明され、1914年6月のサライエボ事件や世界大戦勃発においてその抗戦的な態度には何らかの責任があるとみなされたのである。セルビアはロシアの従属国であった。オーストリアがセルビアを攻撃することはロシアの南下政策に大打撃を与え、 ロシアのスラブ諸民族に対する威信も保てなくなるので、ロシアはオーストリアに対しては常に反対の意向を示した。サゾ蔵ノフは、しばしばオーストリアの強硬姿勢を攻め、セルビアの背後の勢力として睨みを効かせた。増将だったセルゲイウィッテはこの時政界を引退していたが、世界大戦にロシアが巻き込まれることには反対であった。また、ロシアの軍事行動には、 フランス中ロ大使のモーリス・パレオローグが、サゾーノフ外相に抗議している。オーストリア大公のフランツ・フェルディナントが暗殺された。後、ロシアはオーストリアに対し、セルビアを防衛した。サゾーノフは、オーストリアに対し、従属国に対する、いかなる攻撃に対しても、軍事的に対応するであろうとの警告を発した。年月日から翌日の、 ロシアの大臣会議では、ロシア陸軍100万人以上、バルチック艦隊、国会艦隊を秘密裏に部分動員することが取り決められた。この部分動員策は、オーストリア・ハンガリーのみに対して動員する意図であったが、第一次世界大戦全,全体から見れば、少なからぬ混乱を招いた原因の一つであったことは、間違いない。部分動員はセルビアが、最後通牒を拒否する前、 オーストリアがセルビアに宣戦線する前、さらにドイツが何らだ軍事的手段をとっていない段階で行われたものだったからである。サゾーノフは戦争は不可避であると覚悟しており、オーストリア・ハンガリーがセルビア民族統一主義に対して対抗措置を取る権利を認めなかった。一方でサゾーノフは民族主義に歩調を合わせ、オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊を期待していた。 決定的だったのは、フランスが数日前の公式訪問において、ロシアの強硬な対応に明快な支援を与えたことである。7月21日、フランス大統領レーモンポアンカレは、中ロオーストリア大使に、ロシアの人民はセルビアの親友であり、フランスはロシアの同盟国であると述べて、オーストリア政府に警告を発した。フランスの支援とロシアの強硬な態度は、 セルビアを勇気づけ、その政治判断に影響を与えたのである。7月24日、オーストリアの対セルビア最後通帳を見たサゾーノフは、思わず、戦争だ。と叫んだという。この日、サゾーノフは、イギリスの出方を探るべく、フランス大使パレオロングと、イギリス公使、ジョージ・ブ・キャナンの3人で会談を開いた。オーストリアの強気の姿勢の背後に、 ドイツ帝国の意向があることでは3人の意見は一致した。パレオローグが大統領とチャーリが会談し、決然行動を明約した以上、フランスとして必要なことはすると答えたのに対し、セルビアに直接の利害関係を持たないイギリス大使の答えは中立を保するものと確信するというものであった。サゾノフは現在の危機にあたってイギリスが中立を守ろうとするのは、 自殺を意味すると答えている。オーストリアの主戦的態度がはっきりしてくると、世蔵のフも軍部と見解を共にするようになり、28日には総動員が決議され、29日には動員が実行された。7月31日、ドイツの最古通帳がドイツ大使、フリードリ・ヒホンプルタレスより佐蔵の府に手渡され、ロシアが12時間以内に、 独王への動員を中止しなければドイツは全陸軍を動員すると通告した。サゾウノフは動員中止を拒否したので8月1日ドイツの宣戦線布告文を受け取った。対戦の火蓋が切られるとサゾウノフはルーマニア王国が独王側に加わるのを防ぐために動き1915年3月ボスポラス海峡、コンスタンティノープル、 ダーダネルス海峡のヨーロッパ側などをロシアの同盟国から奪い戦後占領することを黙認した。1914年10月1日にはサゾーノフはもしルーマニアが三国協商側に味方するならオーストリア領のトランシルバニア、ブッコビナ、バナトの主権はルーマニアに移譲されるだろうと書面を持ってルーマニアに保証した。一般的に 彼の冷静で礼儀正しい丁寧な態度は連合国の関係を実り豊かなものとして維持するのに大いに貢献したのである。彼はまた1914年10月にロシア軍兵士がチェコナミを撃たないようにするためにトマーシュ・マサリク教授の声明を受け入れた。サゾウノフはロンドンにおいては好意的に見られていた。しかし、 サーリナ・アレクサンドラのドイツ系親族は彼の解雇を強く促し、これはサゾーノフがポーランドに自治権を付与するという提案を表明した直後の7月10日に実現した。セルゲイ・サゾーノフの墓1917年初頭、サゾーノフは在イギリス大使に任命されたが2月革命に遭遇し、ロシアに留まる必要があることに気づいた。彼はボルシェビズムに反対し、 アントオンデニー金に国際問題について助言し、アレクサンドル・コルチャーク白軍提督率いる反共主義の政府に参加し、その外務大臣となった。1919年、彼はパリ講和会議に臨時全ロシア政府の代表として参加し、同政府をロシアの政党政府として連合国に承認させ、支持を取り付けた。サゾーノフは最後の年をフランスで過ごし、 回顧録を書き記した。1927年、彼は南仏のニースで死去し、同地に葬られた。ありがとうございます。